日本神奈川県海老名市国分南国分南は神奈川県海老名市の町名。現行行政地名は国分南1丁目から国分南4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は243-0405。市内東部に位置し、神奈川県道4十五線の南北に広がる。座間丘陵の南部にあたり、東端を目くじり川が流れる。中央部には、 相模国分寺が立地する。北で、国部牧、北東で柏ヶ谷、東でも落ち、南で、綾瀬市早川、国分寺台、浜田町、かつて、大谷北、西で、中央、北西で恵町と、それぞれ接する。面積は、以下の通りである。住宅地の地価は、2017年1月1日に公表された工事地価によれば、 国分南1の6の38の地点で21万8000円平方メートルとなっている。海老名市で最も地価が高い。1991年に大和国部で住居表示が実施されたことで成立した。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 相模国分寺跡。後方のマンション群が、ルネアズヒル国分南1丁目、国分南2丁目、国分南3丁目、国分南4丁目地内を通る、鉄道路線及び、高速道路、国道はない。最寄りの鉄道駅は、海老名駅。主要地方道一般県道総鉄バス及び、神奈川中央交通の路線が、県道上を各方面に向けて走っているほか、 海老名市、コミュニティバスの路線が北部を通過している。注釈出店。ありがとうございます。